1番が地元愛知の島野浩二、2番車京都の菱田浩二、3番車埼玉の近藤圭介、4番神奈川から野城屋元、5番が埼玉2人目の小田倉裕二、6番岐阜の高良奈義、そして7番が奈良の佐藤鳴門。以上7選手が A 級の決勝を戦います。さあ地元の島の登場です。壺にはまった時の強さは非常に定評があります。地元旋風が果たして吹き荒れるかどうか。埼玉の近藤です。ここのところ力をつけてきています。埼玉選手会の成長ホルモン、今日も目が離せません。発走します。11レースの A 級決勝、次々と前傾姿勢を取りました。11レースの A 級決勝、今スタートを切りました。まず先陣を切って2番車の菱田浩二が上がってまいりました。1番車の島野浩二、そして5番車の小田倉裕二がその後ろです。4番車の野城屋元、彼は選手紹介時短期での戦いをどうやら選択をしたようです。前期 S 級を務めた実力者です。この間に7番の佐藤が上がってまいりまして、近畿のラインが前段、菱田浩二に7番の佐藤です。1番の島野が3番手ですが、6番車の高良奈義が上昇、ここは中部の2人ということになります。これで埼玉の3番の近藤なんですが、5番手回り、5番の小田倉裕二、昨日の準決勝は先行でまんまと押し切りました。連携を組んでいる5番の小田倉裕二、昨日の準決勝ワンツーを決めた2人が控えています。最高峰が短期の4番の野城屋元です。2周回目、向こう上面からこれから3コーナーというところ。さあこれであとは121回生、埼玉の近藤が仕掛けなければ一本棒、どうやら変化なさそうであります。そろそろ戦機も熟してきたんではなかろうかというところか。3番車の近藤圭介が上昇です。合わせて高良奈義も踏んでいく。一旦2番車の菱田の方は車を下げた。先行3番の近藤に変わります。1コーナーから1センター打掌の周回、3番車の近藤圭介が先行体制です。5番の小田倉裕二が2番手、4番車の野城屋が3番手、そして2番の菱田浩二は現在構えて4番手回り、6番の高良は後方の6番手、ジャンが入って3コーナーから2センターです。今日もかけることになりました近藤、思い切った先行です。5番の小田倉が2番手、3番手は4番の野城屋、一方2番の菱田は4番手回り、まくり切れるかどうか。その2番の菱田が4番手からドカンとまくってまいりました。先行近藤、きれいにいってしまいました。菱田マークは7番車の佐藤、あとは6番車の高良が続いて4コーナーから直線、先頭2番の菱田、後ろから7番の佐藤が最後は捕まえるか。外には6番の高良、3人並んでのゴール、3人並びました。2番車の菱田、外から7番の佐藤、大外から目いっぱいハンドルを投げた6番の高良、3人が並んでのゴール、いい勝負になりました。早速リプレイ振り返りましょう。埼玉の近藤先行でした。そこをきれいに菱田が捉えた。続いて7番の佐藤、さらには6番車の高良奈義、直線コースで一気に3人が並んでいる。さあまずは確認しましょう、菱田か7番の佐藤か、そしても6番の高良奈義か。お知らせします。ただいま赤旗が掲示されました。しばらくお待ちください。お聞きの通り、このレースは赤旗審議ということになっております。着順の入れ替えがあるかもしれません。ご覧の通り際どい勝負となっておりますが、このレースは赤旗審議です。決定放送までお待ちいただきたいと思います。合わせて高良奈義も踏んでいく。一旦2番車の菱田の方は車を下げた。合わせて高良、菱田の方は車を下げた。先行3番の